ドルオン・アンティゴーンの人形の頭部アントウェルペン氏、乗車前にあるブラボーの噴水。ブラボーがアンティゴーンの右手を川に投げ入れるところ。彫刻はジェフランボー・ジェフ・ラモによる。1887年。ドルオン・アンティゴーンはアントウェルペンに住んでいたとされる伝説上の巨人である。ラテン語風にアンティゴノスと綴ることや、フランス語圏ではアンティゴネーと綴る場合がある。 日本語表記では他に、アンティゴーンなど。スヘルデ川の川岸の城に住む巨人ドリオンアンティゴーンは、城付近を通り過ぎる船に通行量を求め、それに応じない者に対しては、その手を切り落として、川へ放り捨てた。しかし、ついに、ローマの戦士シルビウス・ブラボーが、アンティゴーンの息の根を止め、その手を切り落として、川へ投げ捨てたという。現在のアントウェルペン市庁舎前には、 この伝説を主題とする記念碑、ブラボーの噴水がある。アントウェルペンの街の名は、これに由来するという民間語源がある。アントウェルペン名前の由来を参照されたい。ありがとうございます。